さおさんありがとう。映画館でありまして、映画館で最後にねお財布出したのが映画館で、絶対そこだろうなと思って朝かけ直したらありますって言われて、今日中に行きますって言って行きました。あましさん好き、もかも好き、ありがとう。ウジヤンさんありがとう。ケンタさんありがとう。前髪パッツンです。そうです、あの前髪パッツンが好きです。でもちょっとなんかずっと今日帽子かぶってたから前髪とか髪の毛がボサボサだ、ボサボサだ。神谷のぶくんありがとうございます。キュンさんありがとう。映画館にありました。交番なんかね、あのあとねみんながさ教えてくれたじゃん、なんか警察に届け出すみたいなやつ、その届け出しに行って、出しに行きました。その届け出しに行って帰りました。昨日は映画館にあった多分お掃除とかしたのかな、お掃除とかして座席の下に落ちてたのかな、どこに落ちてたか聞いてないけど、多分一日ね掃除とかし終わった後に見つけてくれたみたい。中身もねちゃんと全部入ってたからよかった、本当によかったけど、いっぱい使っちゃった、よかったと思って。なりさんありがとう。うん、白熊さんずっと好きだよ、くまちゃんありがとう、好き。ひらもんさんありがとう。きょんさんありがとう。よかった、本当によかった。中身は増えてなかったです、残念ながら。初音ミクちゃんのくじ引きました。あのね今日から発売の台東くじなんですけど、D 賞5個でした。あのね前の人がめっちゃ神引きしたんですよ。前の人がね5回引いて A 賞を C 賞2個 D 賞2個で、わかめっちゃ神引きするじゃんって思って、でももう移動するのめんどくさかったからそこで引いたら普通に D 賞5個でした。あー悔しい悔しい。でもねそのアクスタもランダムなんだけど、ミクちゃん3種違うのと、リンちゃんと、ね誰だったっけ、ルカさん出ました。うん、うん、お、コウさん、コウさん、コマちゃんありがとう。コウさん、コマちゃんありがとう。キュウさんありがとう。財布見つかって、うん使った、まあそうですね多分、まあよかった本当に。バッグも買いました今日、バッグなんかあの大容量のバッグが欲しくて、ちょうどいいのがねなんかセールして売ってたから買っちゃいました。それも買っちゃった。まあいいや。でもねちゃんとねバッグチャック付きのバッグだからもうそこに入れとくよお財布。うん、ユミロンちゃん、ユミロンちゃんずっと好きだよ、コマちゃんありがとう。つかも好き。チップ&デルのハヤトさんありがとう、好き好き。交番じゃなくて、あ、1パンダだ、1パンダありがとう。中地さん鈴じゃなくてもう GPS つけたい。モテちゃんのために初音ミクのくじロット買いしたからな。ロット買いしたの？あれ1個1000円、あでもさ意外とお得じゃない？あれ40かな、そのくじが。あなんかパンダがいっぱいだ、ありがとうね。とね誰だ、うん、キーボブアイ公開会長正弘さんありがとうございます。
1回1000円で、でも全部で40本なんですよ、初音ミクちゃんのくじ。そしたらロット買いしても4万円意外とお得では。個人情報は大丈夫、大丈夫なんじゃないかな、わかんない。悪い人だ、もし悪い人だったら、あ、住所バレ。でもここの住所じゃないです、書いてあるの実家、全部実家です。だから不思議だっただろうね、なんで実家のじ、なんかここじゃない住所なんだろうって思ったんじゃない。お、かいさんありがとう。でもロット買いはしないです。するとしたらチェーンソーマン、チェーンソーマンだけ。あ、好きがいっぱいだ。ケンタさん好き20個ありがとう、大好きありがとう。東京に住んでて旧住所の身分証を持ってる人も多いよ。そうなの？そうなんだ。なんか身分証ってさ、買いに行かないとダメなのかな、住所。アイアイさんありがとう。マユは自転車見つかるし、フツちゃんも財布が見つかり、ほんとよかったね。よかった。よかった本当に。あー、ほっとしました。あの電話かけた時にさ、確認する時にチャーチャララとかなんかあの保留音が鳴るじゃないですか。もうその時心臓バックバクバックバクだったよ、本当にバックバクで、検討するものがありますって言われた時に、え、本当ですかってめっちゃ叫んだもんね。でもね、ちゃんと優しく対応してくれてよかったです。ポチッとキーカードちゃんと言いました。私の大事なお財布も返ってきてよかったです。もうね、昨日ねお財布なくして1万円入っててさ、ママにさなくしたって言ってさ、1万円返ってきたらあげるよって言われたけど見つかった、よかった。道に落としてなくして、道に落としてたらさ、もっとさあれかな、見つかりにくかったかもしれないけど、映画館に落ちたみたい。多分ポップコーン買った時だね。でも警察の人になんか不定ですかって言われました。不定、なんか珍しい名前ですねって言われました。昨日交番の方に、あ、はいってあんま人と話すの苦手なので、あ、はいって話終わっちゃったピロさんありがとう。そう、なんかなん珍しい名前なんですけど、そうですよねって感じフ七福神です、神様です。なんかそういう時ってどういう風に答えるのが正解なのかな。なんかそういう時ってさ、話を広げた方がいいのかさ、なんか終わらせた方がいいか分かんない。本名ですよ。うん、ねたろうさんずっと好きだよ、くまちゃんありがとう。好き、珍しい名字ですねって言ってさ、なんか身分証明入ってますかって言われて、本名ですよねって、本名の身分証入ってますよねって言われた。
そんな珍しいかな。なんて答えるの正解かな。そうですよね、珍しいですよね。珍しいですよね。なんか範囲しか言えなかった。絶対つまらない人じゃないですか、範囲って。あ、はい、はい。いや、よく言われます。いいね、使えます。よく言われます。でも初めて言われた。なんかあんま病院とか人に会ってもさ、お店さん珍しいですねってあんま言われたことなかった。うん、キヨンさんありがとうございます。関西の人でも補填は聞いたことないかな。モカも珍しい。モカって子はあのね、一緒のフラダンス習ってた。私フラダンス昔習ってたんですけど、そこにいました、モカちゃん。でも漢字は結構モモカって言われますね。写真見たよ。なんだろう、何の写真だろう。よかった、財布見つかって、もう幸せです。幸せ。字が、あら、フラダンスです。あ、イーケンで幼少期のフラダンスの写真か。見てくれた？ありがとうございます。眉も珍しいよね。結構珍しい。マサイって最初書けなかった。今もちょっと怪しい。金に寿司みたいな字。ホテイって全国に700人くらいだって。そうなの、そんなにいるんですか。会ったことない。布袋さんに会いたい。マサイは40人少な。うん、ハヤトさんありがとうございます。ネモースで書けてたのはあのミズミンが書いてました。私はちょっと書けなかった。寿司金に寿司でしょ。700人、日本の人口って何人かな。少ないよね。山虫さんハートありがとうございます。日本の人口はいっぱい。そうだよね、日本の人口っていっぱいだよね。室長より少ない。本当だ、室長より少ない。でもテック趣味でそうです。すいません、花粉症が。恥ずかしい。1億人いるの日本人って。そんなにいるの。嘘、なんか5000人ぐらいかと思ってました。くしゃみ、ごめんなさい、くしゃみね。花粉症でもね、私目悪いんだけど、目悪いからコンタクトでいつもつけるんだけど、コンタクトつけたら目のかゆみは結構収まります。埼玉さんありがとう、好き。山正さんクッキーありがとう。俊子さんありがとう。5000人、あれ、僕5000人って言った、日本人間違えた、5000万人と間違えた。間違えた。5000人は少なすぎ。山増さんありがとう。お、プーさん好き、好き10個ありがとう。大好き、ありがとう。学校の授業で習った気もします。でも増えてないですか、あの時より。減ってるんだっけ。
あ、ケタさんありがとう。間違えた。なんか間違えました。5000万人と5000人間違えちゃった。ケタが違う。うん、リンリンさんありがとうございます。減ってるの？あれ減ってるんだ、日本人って。少子高齢化ですかね。なんか少子高齢化で増えてるのかと思いました。そうだそうだそうだ、少子高齢化になるんだったら減るのか。そうだそうだ、減ってるの？悲しいね。家庭の子孫増えないかな。これからどんどん減ってくの？そうなの？悲しいね。今年度の赤ちゃん80万人切ったって。赤ちゃん80万人って多く感じるんですけど、やっぱ少ないの？それって補填の人数減る子も。じゃ補填も40人くらいになっちゃう？マサイ化しちゃう？少ないよ。下絵家族は苦手です。ユミロンちゃん、お、なんか可愛い。ハートのキャンディありがとう。多い時に100万人いたの？私は一人っ子だったから大家族は苦手ですね。私が一人っ子が好きです。一人が好きです。私はあんまり生涯独り身で楽しくおたかつができたらいいかなって思います。はい、かっこありがとう。でもね、犬飼いたいです。犬。ジップさんありがとうございます。犬と暮らしたいですね、将来。犬好きなんです、私。犬飼ってるんですよ、実家で。犬が好きで、犬と暮らして、私中小型犬なんだけど、今飼ってる犬が。大型犬飼いたい。でも大型犬飼えるマンションって少ないよね。やっぱ一軒家とかじゃないと飼えないよね。飼いたいのはハスキー犬ですね。ハスキーか、ラブラドールレトリーバー。大型犬飼いたい。ポチタってつけます。犬にポチタつけます。シバはちょっとちっちゃい。プードルがいいかな。プードル、ハスキー、ラブラドール、ポチタちゃん、ポチタくん。ポチタはひらがな。好き。大変。なんかね、あれでしょ、すごい通わせないといけないんでしょ。ちょっと大変だから。あれ、チェーンソーマンで飼ってる犬って、あれ何の犬種？もしかしてゴールデンレトリーバー？チェーンソーマンのさ、犬いるじゃん、デンジ君とナユタちゃんが飼ってる。あれってラブラドールだっけ？あ、ゴールデンだっけ？なんだろう、8匹くらい飼ってるよね。ん、ジップさんありがとう。釣りバカハムちゃんありがとう。プードル可愛いんだよね。プードルってでかいんだよ。トイプードルがちっちゃいので、カッププードルがもっとちっちゃいやつ。プードルはでかいんです。知らなかったでしょ、プードルってでかいやつでしょ。キュンさんありがとう。かわいいの。ハートのアメちゃんありがとう。
みっちゃん、釣りもかむちゃん、ありがとう。うちの名前ポッキーだよ。かわいい、ポッキーかわいいな。あれハスキーなのか。スタンダードプードル、プー、なんかね、かわいいな、かわいいってなります。財布見つかってよかったね。よかった、財布本当にあってよかった、幸せ。でもね、なんかカード止めちゃったから、あのお金下ろせないです。今カード止めちゃった、どうしよう。服買いたいんだけど、お、タムタムさん、かわいい、アメちゃん、ありがとう。釣りバカムちゃん、あ、レオタ、ありがとう。ペイペイ、ペイペイは今8000くらいあります。でも8000じゃ買えない、あんまり。私あの銀行に詰まってるから、お金が。ペイペイじゃ買えないです。ペイペイは食費にしましてるの。チキンは教えない。通帳、なんか通帳エラー出るから、それをあのね聞きに行かないといけないんだけど、なんか4時くらいまでだよね、銀行空いてるの。あ、釣りぼかまちゃんは嬉しい、一番だはたくさんだ、ありがとう、バーイ、おやすみ。マシさん、ありがとう、おやすみ。15時閉店なの、早いな。寝る、この位置の上で寝ます。あきゅんさん、ずっと大好きだよ、くまちゃん、ありがとう。なんかずっとありがとう、つるぼかまちゃん。じゃあ15時までに行かないといけない。行けるかな、明日、明後日、明後日行けるかな。銀行は閉店後が大変だから。そうなんだ、何するんですか。何するんだろう、銀行って終わった後。お金の計算は大変そう、頭がおかしくなりそうですね、酔っちゃいそう、苦手な数字だ。だって一回間違えたらさ、全部さ、なんか全部やり直さないといけなさそう。反省会してるんだ、そうなんだ。また寝る。手箱ハムちゃん、ありがとう。寝ます、私ここで。日本に住んでてよかったね。はい、日本好きです。私お味噌汁大好き、あのアサリのお味噌汁がめっちゃ好きです。ネタロウさん、ナイス。おー、なんだこのペンギンのナイス、ありがとう。手箱ハムちゃん、ありがとう。たくさんありがとうよ。昨日の慌てぶりが嘘のような。そうよ、もうね、落ち着きましたよ。あ、こうさん、ありがとう。釣りぼかまちゃん、ありがとう。寝ます。ゆきにゃんにゃんさん、ありがとう。こうさん、ありがとう。どこにあったの。映画館です。日本平和でよかったです。私なんかすられたと思った、記憶がなさすぎて。あ、もうこれはスリにあったんだってね、もう諦めてたんですよ。あー、ちょっとバッグ開けたまま歩くんじゃなかったな、これスリにあったんだなって思って。あ、としのりさん、ありがとう。昨日は眠れました。
7、7時間ぐらい。しゅんごさんありがとう、好き。ドラえもん見てたんですよ昨日、映画館で。ドラえもんに、ドラえもんがきっと助けてくれたんですね。でその映画からちょっとドラえもんの映画ちょっとハマって、今ネットフリックスでドラえもんの映画見てる。何だったっけ、のび太の恐竜のやつ見てます今。スタンドバイミードラえもんは見たことあるんだけど、スタンドバイミードラえもんの 2?2? 見たことないから、それも見ようと思ってます。その映画終わった後、なんかソララね今ドラえもん好きらしくって、ドラえもんの映画いっぱい見てるらしい。あのネットフリックスで見れるやつ教えてほしい。うん、ひねりんごさんありがとう、大地さんありがとう。ドラえもんどうだ、ドラえもんなんか面白かった。なんかでもね早いね終わるの、ドラえもんってもっと見たかった。ジップさん好き、ありがとう。大地さんありがとうございます。ソララと一緒の話してたから、一緒に見たかと思った。昨日の映画、昨日の映画はのんちゃんとソララと見に行きました。ね、最初ソララと見に行こうと思ったんだけど、行けなくなっちゃったから、のんちゃんも誘って行こうってなって、のんちゃんも一緒に行きました。私結構でもしんちゃん、クレヨンしんちゃんの映画も好き。でもね、クレヨンしんちゃんの映画さ 3D になるらしいよ。なんか 3D になるみたい、またやるみたい。あとね、10日にね上映されるやつも気になってるの。なんか英語だったんだよね、知ってる？最近私もうね今月までなんだよ高校生料金で映画見れるの、実は。だからなんか見ておきたいなって思って。1000円ですよ高校生映画。10日から始まるんだけど、ここはまだです、卒業まだ。学割使えなくなっちゃう。あ、ジップさん、いちくパンダちゃん、いちパンダありがとう。寝ます。水曜日だと1100円で見れるよ。それでも100円高いじゃない、高校生は1000円で見れるんだよ。あ、ジップさんたくさんありがとう。ウィニーってやつ10日に公開だって、金曜日だって。これ見に行きたいです。なんかね、サスペンスっぽいやつっぽい。高校生の時、そう、もう終わっちゃうよ。17期仲良しなんで、そうなんですよ。あ、中地さんありがとう。一パンダありがとう。これすごいね、ここにピョンピョンっていっぱい、でかいんだね。ウィニーって何か知ってる？わかんない、英語訳わからないです。大地さんありがとう。お財布は首からブラブラって。私でも携帯を落としやすかったから携帯を首からかけてたことあります。
つんさん、ありがとう。ビニー読み方合ってるよね。私初めてです。なんか知らない。これなんか前にあった作品なんですか？セルバカハマちゃん、ありがとうございます。お、テロップ変えとこう。よいしょ。なんか昔から有名なやつなのか。あとコナンみたいで4月14日かな、コナン。あんまコナンも普段見ないんだけど、映画館でファイル交換ソフトってウィニーっていうファイルがあるんだ。わからないです。私パソコン使わないです。学校の授業でしかパソコン使ったことないからわかんない。学校の授業でパソコンなんかちょっとやったぐらいです。なんか何やったかな、あれ。なんか発表会とかしましたね、資料作って。何の発表したかな。苦手だったいうの、人前で発表、自分の作ったやつ資料とか発表するの。私結構あんま自分の意見発言するのめっちゃ苦手なんですよね。はやとさん、かわいい、あめちゃんありがとう。お話し会始めましてしようかな。 しましょう。ぜひ、なんだ、会えるんですよ次から。リアルお話し会始まるから、そこでぜひ始ましましてしましょう。パワポ、パワポ聞いたことある気がする。うん、そんなん使った気がします。エクセルも使った気がする。あんま覚えてない。うん、ひでりんごさん好き、わーい、好き、ありがとう。あ、じゅんたろうさんありがとう。くま、いちくま。お、6日18、29、個別お話し会待ってます、ありがとう。おとちゃんお話し会すると沼るって評判ですわ。ほんと？めっちゃ嬉しいんだけど。でもね、もうね、結構お洋服屋さんとか行ったら半袖売ってるの。だから結構今から買っておこうかなと思って、欲しくて欲しくて。でもね、半袖買ってもカーディガンとか着たら着れるよね、きっと。でもそのカーディガンとか持ってないんだけど。ね、ちょっとね、可愛いの見つけちゃったんだよ、ワンピース。だからみんな楽しみにしててください。コスプレ以外も私結構可愛い系のやつ着ますけど、かっこいい系のも着れたらいいなって思ってる。でもどっちも着るんだよね。今日とかだったらどっちかというとあんまかっこいい系によるのかな。今日はあんま可愛い系じゃないです。髪の毛とかボサ、キャップかぶってボサボサ隠してたので。お、マーロさんありがとう。ダイナトラック運転中さんありがとうございます。トムチンさんありがとう。お洋服はどんな感じの服、でもね、好きな服なんだろう、可愛いのもめっちゃ可愛い、可愛い系フリフリしたやつも好きだけど、かっこいい系、なんだろう、スポーティー系も好きです。あ、なんかたくさんのありがとうね、パンダ。ちょっと待ってね。ジバカムちゃんありがとう。マーチーさんありがとう。流れちゃった。ユミロンちゃんありがとう。ハートのアメちゃん、ひよこほてちゃんと初めて話して沼った人。ひよこほてちゃんまたやりたいです。ちょっと次のシングルで決めてないんだけど、またひよこって何月だと思う？ひよこの季節ってないかな。山本さんありがとうございます。
先輩の私服だと誰と趣味に行ってる？そうだな。あ、でもね、一回さとみなさんの服、一緒のも、さとみなさんが着てる服、あ、私もあれ持ってるわーってお見かけしたことあります。あとね、そららと結構趣味が合うかもね、お洋服の。着ぐるみや夏場ね、暑そう。私暑いの苦手だから。地雷系、私地雷系まではいかないけど、ちょっとフリフリってしてるやつも好きです。お、白熊さんいつもありがとう。だってわーい、ありがとう。パンケーキさん、くまちゃんありがとうございます。ありがとう、くまちゃん。そういえばちゃんとね、この昨日さ、あれだった、あの財布ね、なくしたなくしたって話してて、あのファンミの話とか全然できなかったから。覚えてますか皆さん、私めちゃめちゃ楽しかったんだけど、ファンミめっちゃ楽しかった。あのね、すごい、あのうちはあのたくさんみんなね持ってくれててさ、めっちゃ嬉しかったんだよね。あ、タムチンさんありがとうございます。ひかりさん、ひかりちゃんありがとうございます。結構近くね、練り歩きの時はね、でもね、その柵より奥もあったんですけど、そこの近くに行くのかなと思ったけど全然行かなくて、奥側の人も見えてたよっていうこと、見えて手振ってたんだけど気づいてくれてるかわかんない。見えてましたよ、でもちゃんと一部一列目最高でしたね。嬉しい、ありがとう。視力はあのね、コンタクトつけてます。普段はあの結構あんまり見えないかな。ファミは2回ともこっそり見てました。こっそり見てたの。うちはね、嬉しかった。あの結構ね、女の子のファンの方とかもいらっしゃって、初めて会えたりとかして嬉しかった。2部の風船リレーが最高に面白かったね。で、2部の風船リレー私結構得意でした。でもピンポン玉は結構苦手だった。みっちゃん好き、ありがとう。一部と二部の間にホテちゃんとお揃いのアキくんのハグキャラ当たったから二部で待ってた。で、あのね、みんなね持ってくれてたの。私がね、朝にあのニューデイズであのそのジェンソーマのハグキャラ売ってたよっていうツイートしたら、あのまあかみんなも買って見せてくれたら嬉しいな的な気持ちでツイートしたら、みんなね買ってくれて、なんか噂によるとなくなってたらしいです、そのニューデイズから、チェーンソーマンの商品が。嬉しい。ニューデイズでは売り切れてた。売り切れだったよ。だってみんなごめんなさいね、その東所沢のお住まいのチェーンソーマンのファンの方もありませんでした。なかった？いっぱいなんかみんな持ってくれてたよ。嬉しい、みんなとお揃いで嬉しいです。あきたんありがとうございます。これどこまで読んだかな。あきたん、みっちゃん、釣りぼかはむちゃん、山まささん、埼玉さん、ありがとう。店員さんからしたら怪奇現象、確かに。なんでなんかこの商品めっちゃ人気なんだろうなって思ってるだろうね。ラスワンギリギリ買いました。ラスワンだったの？みんなお揃い。セタマさんありがとう。桜タウンの本屋にも売ってたんだ。結構売ってるんだね。あれね、可愛くて
って思った以上に、あ、売ってるって思って運試しに買ったんだよ。そしたらあきくんだったんだけど、可愛すぎてちょっと欲しくて、探してます今。でも今日ねアニメートとか行ったんだけど売ってなかった。ニューデイズ限定でもないと思うよ。普通にチェーンソーマンの商品だから普通に行ってると思う。でもコンビニとかで買えるのって嬉しいよね。だってコンビニとかで売ってたらさ、ついつい買っちゃうよね普通に。グッズ、え、こんなとこにチェーンソーマングッズがあるんだ、あ、買っちゃうってなる。あ、ひろもんさん、ずっと好きなよくまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。この可愛いね、バレンタインのやつかな。ポチタのぬいぐるみキーホルダーも一緒に買いました。そんなの売ってたの。結構ぬいぐるみ系商品好きです私。なんかアクキーとかラバスト、ラバスタ、ラバーストラップより、ぬいぐるみ系の商品が好き。はてちゃんはアウトドア派なんだね。どうだろう、昔はすごいインドアでしたね。冬活発になります。で夏逆に引きこもります。暑いのもめっちゃ嫌いなんだね。 MM さんありがとうございます。京子ちゃんありがとう。結構日傘ないともう外歩けないです。うん、ねたろうさん、わあ、くまちゃん、くまちゃんありがとう、ありがとう。ポチタのカバンは買った。ポチタのカバン売ってるの。チェーンソーマンのカバン昔使ってたんだけどなんかボロボロなっちゃってもう買ってない。あ、もう使ってない。一回でも、あ、ひらもんさんハートありがとうございます。なんかでもファンミの動画なんか販売されるらしいです。一部1000円らしいです。なんかね、私の2部でちょっとね告白してたりしてるのでよかったら見てください。2部終点、なんかずっと1視点なのかな。大地さんハートのあみちゃんありがとう。定点、あ、定点のあれです。定点のカメラのやつなんですけどよかったら見てください。告白恥ずかしかった。告白のやつね見れるからぜひ見てください。定点覚えました私。あ、コロロ、コロロね、あのねファミマに売ってます。ファミマに今日ねファミマ行ったらさくらんぼ味売ってたから買っちゃいました。おっちーさんありがとう。みんなコロロ食べました。なんかねツイッターで教えてもらったなんかコロロ凍らしたら美味しいみたいなやつ、凍らしてみたら美味しかったです。なんかひんやりして美味しかった。そう、佐藤錦のさくらんぼ美味しかった。あ、冬木さんずっと好きだよくまちゃんありがとう、ありがとう。佐藤錦美味しかったね。美味しかったよね。なんかもうさ、佐藤錦が一番好きかもしれない。コロロソーダ味今レアアイテム、あ、コロロのソーダもファミマに売ってます。コロロマジで止まらん、食べちゃう。わかります。コロロね、一回食べたら、あ、次食べたい、あれもうないのってなっちゃう。コロロの CM やってほしいね。できたらいいんだけどね。
なんかね、愛ちゃんが作ってたコロロを食べて心落ち着くみたいなハッシュタグ作ってました。コウさんありがとう。砂糖錦味美味しかった。2日連続で買っちゃった。美味しいよね。女子マスカットは食べた。マスカット味もあるの。あ、でも昔にね、いちご味食べたことある。いちご味。冬木さんありがとう。虹色のしごこ。さよならクロールが届いたよ。お、どっちだろう。生写真ですか。アクスタ届いたの。見せて見せて。なんかね、福袋も届いたらしいんですね。福袋、なんかね、ツイッターで教えてくださった方がいて、あのね、まだ私どの写りで写ってるか知らなかったから見れてよかった。のっけてくれてありがとう。あ、ひろもんさんありがとう。ティンプさんありがとうございます。福袋はチーム AKB さんの衣装のアンコール衣装を着ました。着れて嬉しかった。どの衣装の私が好きですかね。私的にあのかあの好きになったのはチーム A さんのアンコール衣装。めっちゃあの漏れました。福袋のグッズでお肉バチ最高だった。お肉ね、あれもね、福袋に使われると思わなかった。お肉一人だけなんかだけ食べた。あ、そうそうそう、これね、今日みんなにしようと思って。どこらしょ、じゃじゃん、あの、いただきました。ね、あら、皆さんのお手紙すごい可愛い。これ公園のアンコール衣装で作ってくれたのかな。ありがとう、めっちゃ嬉しい。大事にしますね。こういうアルバム系めっちゃ好き。ありがとう、これちゃんと受け取ったよっていう。お、ね、あ、このイラスト可愛いよね。嬉しい、可愛いアルバム、可愛いアルバムですよ。本当ありがとう。なんか、うわ、すごい上手、上手な、なんかフォントで書いてくれてる。ポチタとかもあります。嬉しい。ありがとうございます。そう、ファンの方が作ってくださったな。なんかね、最後置いたってなんだろうと思ったら、あー、これだと思って、ありがとう。ちょっと浸っちゃいました、今。嬉しい、こんな、これ上手ね、ほんと。これどうやって作ったの、ほんと、ありがとう。あ、ひらもんさんありがとう。上手、ほんとに、ありがとう。嬉しい、いつもね、お手紙も読んでます、ありがとう。本当にみんなね、ちゃんとなんか可愛いミーセン使ってくださって。シナモンとか多いかもね。でもね、自作の絵とかでイラストとかで作ってくださる方もいて、すごいなーっていつも感心してしながら読ませていただいてます。ありがとうございます。ハードな便箋でもいいですか。ハードってなんだ、ハード、
あのね、あれね、意外と待ってるんですよ。あのチェーンソーマンのあのタバコのメモ帳、あれで意外と待ってたりするんですけどね。みんな送ってくれないかな。それで今持ってないんだけど。マーロさん、ありがとうございます。衣装がアルバムになるのすごいね。本当に上手です。ありがとうございます。ホラー系の便箋とかあるかな。ホラーってなんだろう。バーッと飛び出してくるやつ。なんかね、でも音楽付きのとかいただいたことあります。嬉しい。お、白クマさん、ありがとうございます。ふつちゃん、今日はあのお財布を受け取りに行ってました。お財布受け取ってあのたくさん歩きました。そして初音ミクちゃんのくじ引いてワック買って、充実しました。でもね、まだ欲しいもんたくさんあるんです。買いたいもんが。でもその前にあのあれです、お金を下ろしに行かなきゃいけない。あ、こうきさん好きだ。好き10個ありがとう。ガム好き、物欲止まらない。そうですよ、本当に物欲止まらない。お金が降ってきたらいいのになってめっちゃ考える。うん、こうきさん、ありがとう。落とさない対策しっかりしてね。はい、気をつけます。なんか GPS つけたいなって調べて、なんかのんちゃんと話して調べてたんだけど、なんか安いやつは結構1000円くらいで買えるけど、高いやつ6000円くらいするみたい。でもね、エアポッツ的な感じでさ、なんかドーンってどこにいるかさ分かるやつ欲しいよね。携帯でさ確認できるやつないかな。エアタグ何それ。エアタグってなんだろう。そんなあるの。エアタグ3000くらい。エアタグ、おお、なるほどね。ちょっと配信終わったらあれです、あの検索してみます。チェーンつければね。チェーンね、確かにバッグにつけとけば落とさないよね。アップル製品、へえ、ちょっといいかもしれない。なんかもう怖いです、財布なくすの。あ、ひらもんさん好き、ありがとう。なんか好き。でもママに保険証は持ち歩かないでって言われた。保険証はあの病院行く時だけにしてねって言われました。キュンさん好き、ありがとうございます。でもそんなこと知らなかった、保険証はダメだって持ち歩いたら。知らなかったよ。身分証が保険証以外に学生証があります。コミさん、ありがとう。保険証は病院行くときだけにしないと。そうなのね。急に必要なときってあるのかな。私なんかわかんないけど、でも出先で怪我とかして病院行くときどうするの。手先であんま怪我したことないかも。それ旅行とかには持ってった、もうなんか逆に旅行に持ってったらあれじゃないですか。旅行先で落としちゃったらさ、え、みんなって保険証持ち歩いてるの。マイナ
ナンバーカードはまだあのね証明写真撮りに行ってて、これもまたママに言われてるんですけど、よしじゃあランキング、ライブランキング読ませていただきますね。13位よしみつさんありがとうございます。12位ふゆきさんありがとうございます。11位しゅんがさんありがとうございます。10位こうさんありがとうございます。9位ぷーさんありがとうございます。8位ましさんありがとうございます。7位ひでりんごさんありがとうございます。6位つるばかはまちゃんありがとうございます。5位しろくまさんありがとうございます。4位きゅんさんありがとうございます。3位ゆみろんちゃんありがとうございます。2位ねたろうさんありがとうございます。そして1位はけんたさんありがとうございます。ありがとう。30分になってきますね。ただちゃんありがとうございます。きたえりさんありがとうございます。ありがとう。ちょっとまたしますね。明後日くらいにしようかな配信。出張公演あるので皆さん待ってますね。出張公演とあと今お話し会受付中なので、この前ね皆さんで決めたコスプレの日もね、新しく作ってくださったみたいで画像嬉しい。ありがとうね。あ、30分だったのに切ります。じゃあね、モバメ送ります。そしてこの後モバメ送ったらドボンします。10時まで。じゃあね、バイバイ。